願いします。で現在ですね、神挑戦者決定戦、決勝戦を、これからお送りいたします。市川祐希選手対、安福明弘選手、そして、スペシャルゲストとして現モダンシンの翔吾さんをお呼びして、実況解説してまいります。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。これサイド5からネゲートとかフラッシュフリーズとかを積むんでしょうけども、はい、そこまで劇的に有利になることはなさそうですね。むしろスラーンとか出てきて、はい、ちょっときつくなるまであるんじゃないかって気がしますね。安福さんの時は矢永純也が優勝した時の赤身の結束ランプに非常に酷似してますよね、はいはいはい、ダブルタイタンプラス初夏の罠。そうですね、はい、バラクートっていうデッキ並べてるだけで勝っちゃうところありますからね、はい、実はバラクートじゃないんですけど違う、ケッシグルフランか、はい、ケッシグルフランですよ。そっちか、確かに確かに、はい、非常に懐かしいカですよね、うん、はい、赤緑 X でトランプルと X 修正が入る、はい、ですね、うん、強力な、そうですね、もうマナさえあれば勝っちゃうぞデッキですからね当時スタンダードではやはりバラクートが泣き後もケッシグルフランになって、そうですね、はい、結局ミッドタイタンが強いままだったっていう、何を対処しても66トランプルっていうのがね、あまりにも強かったってところはありますね。除去しても場に強いランド2枚残りますからね、うん、本当にタイタンシリーズは強かったですけど、ね、特にね、良くなかったですね、はい、あれはやっぱり群を抜いて強いタイタン、ね、そうですね、緑はそうですね、ま、モダンで通用 してるのやっぱり緑がダントツですね。ダントツですね、まあ、白がたまに見るぐらいです、ね、フィニッシャーで青白系に入ってるかなくらいですね、うん、そうですね、エスパーとかにちょっと入ってたりしますけど、まあそれでも言うて1枚とかですからね、緑で出せば勝っちゃいますから、ね、この環境はそうですね、出せば勝ちますね。ちょっと今シャクルお時間かかっているので、はいはいはい、それでは砂田さんにいくつか、はい、質問をせっかくなのでさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あれから神になって何か変わったこととかって言いましたか。変わったこと、そうですね、フライデーとかで、うん、なんか神の人ですよねみたいなこと言われて、違いますって感じ。いやそこはちょっと神なんでこう、そうです、私が神ですぐらいちょっと言っていただかないと別の人です、別の人ですなるほど、そうですね、まあ、言われたことはちょっとありましたね。なるほどなるほど、はい、有名になったと、まあちょっと有名になってきたかなと。ちなみに賞金参加費取られそうになった話よっていうあ、参加費取られそうになっちゃったんですか。そうですね、あ、受付で並んでて、はい、はいって言って、受付お願いしますって、あ、参加費3000円になりますって言われて、僕神なんですけどって申し訳ございません、そうなんですかみたいな感じでこちらってされてなるほど、そういうのありましたね。申し訳ございません、それはね、ちょっともう、はい、ハレリアのちょっと手落ちですからね、申し訳ございません、はい、まあ、ハレリアの参加費が無料になる、大会の参加費が全て無料になるのがもう神特典の一つと、はい、そうですね。さて始まり、始まりますね、はい、はい、さあいよいよ、挑戦者決定戦決勝戦を解説していきたいと思います。音が小さい、音が小さい、音が小さい、なるほど、聞こえてますかね。そうですね、あ、多分ちょっとマイクの方がですね、ちょっと僕が離れてしまっているので、はい、ちょっと声聞きづらいところあるかと思うんですが、申し訳ございませんが、ご了承ください、すいません。なるほど、お互いキープ7枚でお互いキープですか ね、 ですね、はい、声が遠い、なるほど、握手でスタート。さあここで、握手ですね、もう少し近づいた方が喋りが聞こえる形ですかね。すごい叩かれてましたね、僕。いや、まあまあ、まあまあ、あ、いやいや、いいんですけどね。まあ、個人的な感想ではあるんですけども、はい、このエスパーデッキ、多分松本裕樹さんの作成されたものを使ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、このデッキあんまり使ってる人いないし、まあ、レシピもそんなに知られてない割にはすごい強いデッキだと思うんですよね、はい、なのでちょっとさすがにプラチナもそういうデッキを選んできちゃったのかっていうのは思いますね。
プロツアーが終わった直後にこれだけの強さのデッキが出てくるの珍しいですからね、うん、そうですね、はい、なんかもしかしてまたジャンドを使うのかなと思ってたんですけども、はい、なんかバーンが多くて使いたくないという話は、確かに 白っていう色は、うん、バーンに対する強力なサイドカード取れますからね、取れますね、はい、甲のヒアルキだったり清見大援軍だったり、ね、神聖の力戦だったり、やっぱりバーンに一番強いのは白ですからね、うん、そうですね、今モダンという環境においてすごい白ってサイドの力がすごく強いですからね、そうですね、ストーニーサイレンスもそうですけど、すね、対応力は高い、ただまあメインで使って強いカードがちょっと少ないのかなという気はしていますが、ヤスクさんかなり遅めのタイタン、タイタントラップランドって言ってた気がします、ね、マナブーストがない、そうですね、ビーストウィズインがあったがタップインしたんこれをタップインしたランド間違えたよと、ランド間違え、あのフィルターランドを間違えて、これなるほど、これもしかしたらゲームに影響が出るかもしれませんね、そうですね、ちょっとこれ後々響いてくる可能性がある、赤身のランド A に似てますからね、ちょっと似てますね青緑ほどではないと思いますけども、早速響いてますね、響いてますねこれは次アンタップインできないですね、ですね、これでもし次もタップインランドだったりするとかなりゲームを決めかねない、そうですね、はい、これしかも今シミアンスピリットガイドを引いたっぽいので、はい、6人届くターンが一旦遅くなるのは、そうですね、まあ、しかしセッタさんのデッキも早いデッキではないので、まあ、まだゆっくりしても間に合いそうなところです、ね、そうですね、まだ間に合うかなと、スピリットガイド引いたのにタイタンが一旦早まったりして最速5ターン目かな、うん、ですかね、はい、デッキリストがこれ非公開なので、はいはい、セバタさんがどれくらいカウンターが入ってるのかがガスクさんは分からないはずなんですよね、はい、さてマナブーストを引いた、引きましたね、そしてタップインを処理して結局ゲームには影響なかったですね、そうですね、しかもトラップを見てるからこれはカウンターが打てないぞと、ここはもう、しかしこれ同士で攻めに行くときですね、おそらく。しかしこれもう一枚囲いがありますかね、ハンドにあれは。囲いと黒パクトありますね。ですね、これは総員の同士から囲いを打って、で黒パクト打つかどうか決めるみたいな感じですかね。まあ、おそらくトラップを抜くか、赤タイタン、タイタンですかね、さすがに、はい。トラップはもう祈る。うん、まあ祈る。お祈りですかね。はい、7枚ないことを祈る。で山田県届いてますね、そうですね、もしくは、はい、囲いでシミアンスプリットガイド抜いてマナ引かれないのを祈るあんで0-0に除去打つなるほど、そっちの方が確率はいいかもしれませんね、クロックが早いの で、 で、ね、これ2体出るはずなんで、なかなかクロックインは定評のある総員の同士、はい、あ、赤タイタン、さすがにタイタンだったと、これはもうトラップを、トラップは祈るやつです、ね、祈るトラップは打たれますね、うん、まあ、ミドタイタンぐらいならまだ黒パクト1枚で対処できるからギリギリ許可しようってことなのかもしれないですね、打つか、打ちそうですね、メインで、はい、はいはい、打ちました、打たれエムラクール出ろって思ってるんでしょうね、きっと1、2、3、4、5、6、7、はい、1枚ずつめくってくれると盛り上がるんですけどねあー、全部か、いや、あれはあ、いない、いや、あれ壁ですね、壁、お、弱い、これ弱い、かなり弱いプラチナ、ここまでプラチナ、これはさすがにプラチナそんなところでも強いぞとしかし、まあ実質不要牌を6枚下に送ってマナブーストしたので、まあ、ハイタン引きやすくはなりましたが、まあ、があ、しかもこれリンガリングソウル引きましたね、これかなり早いんじゃないですか、もうこれかなりクロック高いですね、2ターンくらいで決まっちゃいそうな、うん、バックまで行ったので 3-3 と 4-4 で、まあ、山県とセバタのトークンをバンバン並べていく、違いが分かりませんと、いきなり増えましたねあ、セバタが混ざってますと、4-4と 3-3、 そうですね、で 4-4 で殴る、
別に三々殴んない意味もないので殴った方がいいのか。どうでしょうね、壁にブロックされるだけだからいいやみたいなところはあるのかもしれないですけど、まあそこで黒パクト打つかな、打たないな。お、もういきなり勝負ターンになっちゃいましたね。そうですね、突然突然もう次死ぬよぐらいになりましたが、おっ、エムラクール、エムラクール、エムラクール出る、今エムラでした、もしかして9マナしかない、エムラクールっぽいですね、無色の。あ、本当だ、エムラクールですね。スピリットガイド合わせても10マナしかないから、エムラクール1枚ずれてたらそうですね、もうどっかでワンドロー進んでれば終わってたみたいなところありますけども、後手だったらエムラクールが出た、うん、しかしライフが結構少ないのでこれ上から値段ダッシュとかで、そうですね、ダッシュされると負けちゃう。あ、しかしこれは足りてそうですけど、ね、足りてそうですね、はい、春章から囲いとか打ってハンド確認して黒パクトってやられると、まあ、死ぬ感じになりますかね。黒パクト、黒パクト、春章、黒パクトとかでも死にそうですよね。それ死にそうですね、確実に、はい、その割り切ったプレーを反動しているので、できる未確認牌は1枚、さすがにプラチナはそこはやってしまう、やってくるんじゃないか。いったあれ、なんかこれ不可解じゃないですか、なんか呪文プレイせずに加冠、ね、これはそうなりますよね。3、4、5、6、7、これ足りてないですよね、足りてませんね。これ2ターンかけるっていうことですね、つまり。あれ、これチャンス与えちゃいました ね、 そうですね、プラチナ、プラチナ大丈夫ですか、ね、プラチナ大丈夫か。しかもこれエムラクールハンドにいるので、しかもカウンターがない、相手が裂け目の突破を引いたら負けですね、これ。負けですね、これ。あれ、チャンスが生まれてしまった。大丈夫か、大丈夫か。叩きつけろ、叩きつけろ、違う、2点。なるほど、これはこれでも足り、もう死んじゃい、あ、足りた、ダメージ足りてそうですね。そうですね、これは足りてる。パスまで引いちゃったので、これはもうこれは一切ケアする必要がなくなりましたね。4、6、7、8、9、10、ライフはおそらく9のはず。まあ、果敢果敢で、そうですね、完全にこれは、まあ、これはゲームセットと十分足りてますね、はい、お、見事カウンターを使わずに勝ちましたね、はい、素晴らしい。罠をかわす罠をかわすハンデスだけで全て解決していくという一番勝ちやすいパターンですね、素晴らしい。というわけで、決勝戦ですね、まず1本目は市川由紀選手が、勝利となりました、うん。